おはようございます。バイリンガル YouTuber の高野文夫です。今日は6月は15日月曜日、いつものように高野文夫のバイリンガルマイビデオダイアリーをお届けいたします。シリーズでコミュニケーションの法則、アボガドの法則をお伝えいたしてますが、今日は3回目になります。どうぞお聞きください。私のですね、スピリチュアルスポットは徳願寺の境内からです。いつものようにですね、コミュニケーション上の重要ポイントを一つ発信してますが、この今回はですね、7、8回のシリーズで今日は8回目になりますかね、アボガドコミュニケーションのですね、黄金律アボガドの法則についてお伝えして今月の終わりにしたいと思います。アボガドの法則は私がですね、この、ビジネス界に入って50年間半世紀にわたる経験を踏まえて、いろいろな勉強する中で作った私高野文夫のコミュニケーションのオリジナル黄金律です。あ、アイコンタクト、ボ、ボディーランゲージ、が、頑張りますという素直な意思表示、ど、どうしてですかという素直な質問、この5つをですね、しっかりできる人がコミュニケーションをしっかりとってですね、世の中のいろいろな方々、お客様とかですね、会社では上司、同僚、部下、みんな方々に支えられてプロモーション、上昇していく人だと思います。アボガドの法則、今日は最終日になりますので、アボガドのですね、最終ド、どうしてですかという素直な発信ができる人が世の中に受け入れられます。わからなかったらですね、素直に聞いたらいいです。特に日本人は学校教育の影響もありますが、質問するというのは分からないという意思表示なので、格好が悪い、恥ずかしいという文化があります。欧米ではですね、ギブクエスチョン、メイククエスチョン、恥ずかしいんじゃなくてですね、おお、この人はやる気があるんだ、この人は問題意識を持ってきてるね、あれです、ぼーっとして生きてんじゃねえや、それじゃダメなんです。ぼーっとして生きてちゃダメなんです。質問があったら質問しなさい。どうしてですか、なぜですか。そうすることによってですね、新しいステージに上がっていくっていうわけです。知ったぶりっこしない、知ったかにならない、わからないことは素直に、どうしてですか、質問しなさい。これがアボガドの法則の最後、一番重要なですね、ド、アボガドのドです。どうしてですかという素直な質問をしなさい。そうすることによってあなたはどんどん上がっていきます。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。